お疲れ様でした。4-0 のストレートおめでとうございます。戦ってみてどうでしたか？正直ドローが出た時に1回戦中国選手で、まあ、勝ちたいっていう気持ちよりも、まあ、どれだけできるかを試せたらいいなっていう気持ちで、まあ、試合前に臨んで、で試合中にもまあすごい力が抜けていて、すごい、まあ、いい試合ができたかなと思います。スミス選手、この前あのワールドカップの団体戦で帯同していて、まあ、伊藤美誠選手とも呼ばれている選手ですけど、戦ってみてどうでしたか？すごい感覚がいい選手で、それでまあ一発のパワーもすごいので、それをさせないようにうまく、まあ、台上技術であったりとか、その3球目とか4球目を狙った作戦を使って、まあ戦って、まあ、それが成功できたので、中国の伊藤選手って呼ばれている選手に、まあ、勝つことができて嬉しいです。ここ最近あの中国の選手と当たることが多くて、まあ、その最初当たった時ええー、と思ったみたいですけど、もうどうですか、自分ではやっぱりまだ苦手意識の方が多かったりするんですか？でもまあ正直中国選手の方がすごいボールが綺麗ですごくやりやすくて、まあ、でも人によって作戦とかであったりとか違うので、まあ、やっぱり試合当たる前はすごい楽しみっていう気持ちと、少しすごい、まあ、恐ろしい技術とかを持っているので、あとメンタルの面もすごい他の国の選手と比べてすごい強いので、でも、まあ、苦手意識はないかもしれない。まあ、今回はちょっと4回戦までシングルスありますけど、明日に向けて意気込みをお願いします。まあ、正直次あ今の試合勝てると思ってなくて、次の相手あんまり見てなかったんですけど、まあ、もう一回一から準備して一戦一戦戦って勝ったらいいなって思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。